ドラえもん Wii 秘密道具を決定戦は2007年12月6日にセガから発売された Wii 専用の秘密道具パーティーゲーム。マリオパーティ8のように Wii リモコンでサイコロを振ったり4人でミニゲームをすることができる。なお、ドラえもんのゲームシリーズで初の Wii ソフトである。メインはボードゲーム。秘密道具をうまく使いこなすことができない。 ジャイアンたちに馬鹿にされたのびた。ジャイアンたちは自分たちの方が全然秘密道具を使いこなせるとたかをくくり、ドラえもんに道具を貸してほしいというがドラえもんからは君たちに貸してもろくなことはないよと貸す気が全くなく、このままではラチが開かないと思い、そこでドラえもんが出したのは立体すご力メーカー。 これは22世紀の子供たちが秘密道具の使い方を学ぶための道具で写真などから立体のすごろくが作れその中に入って遊ぶことができるというもの。それを聞いたおの人たちは優勝者に贈られる称号秘密道具王を目指してゲームにチャレンジするのだった。操作はビールモコンを使って操作する。ヌンチャク、クラシックコントローラ、ゲームキューブコントローラは使用できない。 理由は、Wii リモコンを使って楽しんで欲しいということから。ボードゲーム、ミニゲームで使用できるキャラクター。なお、ドラミは、全6種類のボードをクリアすると、エンディングの後に遊びに来る形で使用できるようになる。内イ声優。各キャラそれぞれに、スペシャル技があり、ドラエモンとドラミは、自身に有利になるに対して、他の4人はそれぞれ妨害タイプになっている。なお、 伸びた、静か、スネオのいずれかのスペシャルの効果を受けているときに、この3人のうちの別の誰かが、スペシャル技を使った場合、新しい方の効果を受ける。ドラミの場合も同様。また、特定のパスワードを入力すると使用可能になる、緑の巨人伝コスチューム時のスペシャル技、緑アンテナがある。これは次の番までに、自分以外全員が出したサイコロの目の合計の数だけ、 ポイントを得られるというもの。スペシャル技は、スペシャルゲージが100%になると使用可能になる。スペシャルゲージは、マイナスマスやバッドイベントマスなどの被害系のマスに止まる、秘密道具の攻撃を受ける、伸びた、静か、スネオ、ジャイアンのスペシャル技を受けるスゴロイド、またはサイコロンの攻撃を受けるなどにより増加する。スペシャル技を使ったら、 スペシャルゲージが0%に戻る。ボードゲーム中で全員が決められた、周数の半分を通過すると登場するキャラクター。大きな被害を与えるスゴロイドと、小さな被害を与えるサイコロンの2種類がおり、ポイントを減らす、マスを戻すなど、同じマスに止まったプレイヤーの邪魔をするが、セーフとなって何も起こらない場合もある。登場するマスはそれぞれ決まっている。 サイコロンの場合は誰かがバッドイベントマスに止まると時々登場し、約4回サイコロを振ると消える。なお、のび太の街にでは、スゴロイドとサイコロンが同時に登場する。イベントやミニゲームなどに登場。メインゲーム。最大で4人同時プレイが可能。4人のキャラクターが必要なゲームであるため、プレイヤーが操作しないキャラクターはコムプレイヤーになる。 異なるプレイヤーが同じキャラクターを選ぶことはできない。サイコロを振る順番はルーレットで選ばれる。ルールは基本的に普通のスゴロクと変わらない。最初に設定しなければならない。項目最初の設定を終えた後は、プレイする順番をルーレットで決定し、内容の確認をするとゲームスタートとなる。一周、またはゴールするとポイントを得られる。伸びたの街、伸びたの部屋。 雲の国、宇宙の旅の場合は、1位から順20ポイント、6ポイント、2ポイント、0ポイント。恐竜の世界、のびたの町にの場合は、1位から順25ポイント、8ポイント、3ポイント、0ポイント。サブボーナスとは、秘密道具を発表する前に発表する3つの章、ミニゲームで勝ったで、章、マイナスマス止まったで章、追い越し章を指す。 いずれか受賞すると3ポイントを獲得できる。1位が複数いる場合は、その全員が3ポイントを獲得できる。ボードは以下の6つ。そのうちの5つはドラえもんたちによって作られたボードである。そしてゴールするとボーナスルーレットを回すことができる。ルーレットは、プラス1ポイント、プラス2ポイント、秘密道具ゲット、スカの4種類。代わりに、 スペシャル技や一部の秘密道具が使えなくなる。3人がゴールすると、ゲーム終了し、サブボーナスや秘密道具王が発表される。ボードゲームでプレイしたことのあるミニゲームを自由に、プレイすることができる。ミニゲームは全部で35種類。ボードゲームで一度遊んだゲームを遊べる。全部のゲームのハイスコアを更新すると、秘密の暗号が一つ出現する。 ミニゲームの種類ボードゲームでもらったことのある秘密道具が記録されていく。秘密道具は全部で100種類。公式サイトで再公開されるパスワードを入れると秘密道具図鑑のみの秘密道具がもらえる。未収録作品もあり、ゲームオリジナル道具もある。下は全100種類の秘密道具。なお、秘密道具図鑑では子供がわかるように2年生以降で習う漢字は使っていない。 移動系、マス置き系、直接秘密道具奪い系、ターン操作系、直接ポイント奪い系、場所入れ替え系、場所入れ替え系、防御系、ミニゲームにのみ登場する秘密道具、秘密道具図鑑のみ登場系、そのボードゲームのみの秘密道具、その他。ありがとうございます。